どうもこんばんは、ゆうへいです。さてね、僕今なんですけども、無職でね、一人暮らしをしておりまして、結構ね、時間に余裕があるんで、ほぼほぼね、毎日自炊して食生活をしてるんですけれども、今ね、腰が痛いんで自炊する気がもう全く起こらないんですよ。もうなんかこうトントントンってなんかやったりとか、皿洗ったりとかって結構ね、前かがみの姿勢になるでしょ。それが辛いんで、自炊はちょっとやめといて、お惣菜を買ってきたんですけども、じゃじゃん、こんな感じ。餃子とね、ラーメン、明太子なんですけども、これらを買ったその金額がですね、はい、1127円。結構高いですよね。普段僕ね、自炊をしてですね、ほんでまあご飯食べてる時に、今回のね、その一食の食費、いくらぐらいかなって考えるようにしてるんですけども、せいぜいね、2、300円なんですよ。おかずとね、ライス合わせて。で、結構その少なめじゃなくても、結構ボリュームたっぷりでの2、300円。なので、まあ、おかずが多い時なんかは、次の日のね、お昼ご飯にすることもできるぐらいたっぷりあるんですけれども、2、300円で。ところがやっぱりその自炊じゃなくてお惣菜とか買ってくると、もうカップラーメンだけでもいっぱい2、300円しますもんね。ちょっとなんかいい感じのカップラーメンやと。で、この餃子にしたってさ、これで2キュッパなんでね、税込み321円なんで、これだけで300円ぐらいするのかみたいな、っていう風にちょっとね、まあ、昔はね、僕もお惣菜よく買ってたんですけども、なんか最近自炊が多かったんで、お惣菜ってそう考えると高いんやなと思ったっていうことですね。はい。それではまた明日。どうも、こんにちは、ゆうへいです。さてね、今からお昼ご飯をね、買いに行くところです。僕ね、いつもね、自炊してるんですけども、今日はね、腰が痛くて、というか今日もですね、というかこの頃も同じネタばっかりで申し訳ないんですけども、まだね、腰が痛いんですよね。なかなか治らんというか、まあこういうの治る時ってすっと治るんでしょうけどね。まあとにかくね、腰が痛いとその炊事ね、すんのがめんどくさいんですよね。前かがみの仕事がね、辛いので。なので弁当を買いに行こうかなと思います。それにしてもこうやってね、体のどこかが調子悪くなったりすると、健康の大切さをね、改めて実感しますよね。もうほんと何もできへん。これね、普通になんかどっか勤めてる人だったらもうほんと大変やと思いますよ。どっか会社行って、まあ、デスクワークがね、メインの方だったらなんとかなるかなと思いますけど、それなりにね、体を動かす場合にもう立ったり座ったりもしんどいわけですし、なんか重いもん持ったりとかもね、腰に負担かけるんで、あんま良くないじゃないですか。なのでこの健康の大切さたるや、本当重要ですよね。まあ、こんな風にしてね、ちょっと具合が悪くなるたんびに健康にね、もうちょっと気を使って生活しなきゃいけないなと思うんですけども、治るとね、またついついなんかこう忘れてしまうというか、そういうことではあるんですけども、まあ、ちょっとこれ腰がね、良くなったらもうちょっと健康にね、気を使って生活したいなと思いますね。昨日ね、人間ドックにも行ってきましてですね、まあ、ある程度ちょっと話も聞いて、また後日ね、詳しい検査結果も送られてくるので、それとかも見てね、ちょっと気持ちをね、改めてまた健康にね、生きていくようにしたいなと思いますね。しかし今はね、もうちょっと弁当買おうと思います。はい、お弁当をね、買ってまいりました。焼きそばとチャーハンセット、ラーメン、そしてこっちはね、昨日の残りの餃子です。食べ過ぎ、これ食べ過ぎっすね。さてね、あっという間に夜になりまして、今度はまた晩ご飯のね、問題が出てきてるんですけども、さすがにね、もうちょっと弁当を食べるの飽きてきたなっていうか、もう味も濃いじゃないですか。
で、お昼に食べたやつも、あれ、焼きそばの部分だけね、ちょっとね、残してしまってるぐらいなんですけども、なんかね、もうあっさりしたものが食べたいので、鍋にしようかなと思います。これがね、お昼の残りの焼きそばで、まあ、これも食べるんですけども、ね、冷凍しといたチキンをね、解凍しましてですね、そして、これ、冷蔵庫に、まあ一応野菜があるんですよ、これ。これも食べなきゃまずいんで、ね、このキャベツと人参の鍋にしようかなと。で、まあ、ちょっと買い物行ってですね、他にね、何かちょっとだけ買い足そうかなと思います。鍋やったらね、まあそんなに大変じゃないし、洗い物もめちゃくちゃ少ないじゃないですか。なので、まあまあいいかなというわけで、やってみようと思います。それにしてもね、今日はめちゃめちゃ寒いですね。まあこれ、鍋が正解やったかもしれないですね。珍しく僕は朝からずっとエアコンつけてますから、そんぐらい寒い。というかもう、エアコンが効いてくるまでに何時間もかかった気がしますよね。午前中とかずっと寒かったし、まあ今はね、ようやくその、朝からエアコンをつけ続けた効果が出て、あったかいんですけど。さあ、帰ってまいりました。買ってきたものはね、こちら。えのきとネギと豆腐ですね。あとドリンク。値段的には766円。さあ、そんなわけでして、お鍋作っていこうかなと思います。今日はね、ホワイトベルグ。よっ。おぉ。鍋の味付け的にはね、この鍋キューブを使おうかなと思います。これね、結構前に買ってね、まだ残ってしまってるっていう感じなんですよね。まあ、これを2個入れようかなと思います。鍋キューブ取り出しうま塩2個入れました。これね、結構美味しいのでおすすめです。それではね、ザザッと食材を切ってね、入れていこうかなと思います。とりあえず入れちゃいたいのは、このキャベツと人参なんですよね。これがね、古くなってきちゃってるんで、これはね、もう全部入れちゃいたいなと思います。鍋なんでね、ざっくり切ればいいだけです。煮ちゃえばちっこくなりますからね。さあ、それではね、あらかた具材をね、ザザッと切って入れて、今ね、ちょうど煮込んでいるところです。中の様子はこんな感じ。はい。おお、結構まあしなっとくたっとしてきたかなという感じですね。さあ、それではね、今夜は台所で一人鍋、これやってみようと思います。久しぶりやな、台所一人鍋。ガスがあるからグツグツしながら鍋を楽しめるという感じですよね。まあこれが本来の鍋の楽しみ方なんでしょうけども、めんどくさい時はもうこの鍋を向こうに持ってって、で、まあ、鍋敷きの上とかに置いてね、ほんで食べるんで、まあ、グツグツ感はね、すぐになくなっちゃいますから、鍋感は低いんですよね。だけど、まあ、台所でこうやってやれば、一人でね、鍋を楽しんでる感は結構ね、あります。というわけで、いただきます。まずは、やっぱり、まあ、野菜がね、食べたいと言ってたんですけども、肉からいってみようと思います。鶏肉、はい、こんな感じで鶏肉。ではいただきます。あこわあわ、うん、うまうま。若干ね、味薄めなんですけど、もうお弁当ばっかり食べてて味が濃かったんでね、薄めがちょうどいいですね、今は。で、ちょっとネギをね、今度ネギいってみようと思います。まだ早いかもしれませんが、もうちょっとクタクタでのトロトロのネギがね、好きなんですけども、まあまあまあ、ちょっとこのネギをいってみようと思います。うん。ネギうま。ネギうまいですね、やっぱ。うん。あか。こうやってグツグツ煮るとね、大量の野菜が食べれていいっすよね。それでは、
ャベツ、ザサッとね、キャベツをいってみようと思います。さあさあどうでしょうか。キャベツ、うん、まあまあ、今回のこの鍋いくらぐらいでしょうね。最近僕食事のたんびにいくらぐらいかかったかなって考えてるんですけども、これね節約するのに結構いいと思います。なんかこういくらかかったのかなってこう考えることによって、なんかねお惣菜とかの高さが分かってきました。例えばこれも今、まあ、例えば鶏肉、まあ、100g 入れたとして、まあ、100円ぐらいで、キャベツはまあ全部入れてないんで、うん、まあ70円ぐらいとかで、まああとはえのきとネギと人参ちょっとずつみたいな感じですんでね、まあネギ1本入れたんで50円ぐらいなんですよ。ということはまあ100円、170、220なんで、まあどう考えても250円から300円ぐらいの感じですよね。でこれだけでまあ高く見て300円として、例えばお惣菜の唐揚げとかってちょっと入ってるだけで300いくらするじゃないですか。それとこれですよ。そう考えたらこれの安いことと言ったらないですよね。まあそんな感じでね、あの最近は節約生活しながらね自炊を頑張ってるわけなんですけども、そんな中ずっとね弁当ばっかり食べてると、なんかもう味が濃すぎてというかね、野菜が食べたくなりましたね。はい、そんな感じで、まあ、今回の動画はこの辺で終わろうと思うんですけれども、僕のこのチャンネルではですね、僕の日常の生活をいろいろと上げております。以前は僕ねドイツに住んでおりましたので、ドイツの動画を上げていました。そしてその後はですね、日本に戻って実家でねニートになりまして、その動画も上がっております。今現在は大阪で無職一人暮らしの動画を上げております。もしよかったら他の動画も見ていただいて、このチャンネルの続きが気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやーやっぱ自炊の方がいいな。